ヨーシャラジャネラシラのパラジーエーラアトラントアディーズ、ヘルシオネラズナは古代の軟体動物の絶滅グループである。最古の貝殻アモンの軟体動物として知られ、鉱物質の貝殻を持っていた。それらの動物の一部はタンバンズナと間違えられた。ヘルシオネラズナは1991年にピールによって設立された。これらの動物は発育過程における体軸のねじれは見られず、 コイル状、塩水系の貝殻を持っていた。ヘルシオネラズナの大部分の種は、貝殻の長さ及び直径は、約2ミリメートルと小型であった。現代の復元した姿は、カタツムリに類似している。ヘルシオネラズナのいくつかの生物の殻、特にヨーシャラジャネラは、シュノーケル、マイナス呼吸のためとの可能性が、最も高い開口部隊を保有した。2005年のブシェアンド、 ロクロアによる複足綱の分類では、この分類群を不確実な体系的な位置の、古生代の軟体動物に分類したが、ヘルシオネロイダの名は使われていない。PU の見解による分類。パーケエーブ、複足綱キュビエ、1797アルケアブランキア、アコーパーケエーブ、2001D バシブランキアアコーミニケブ、アンドスターボガトーフ、1975、 デキストロブランキアーコーミニケブスターボガトーフ1975ありがとうございます。